上沼恵美子が水原通訳にぶち切れ、日米両国の野球ファンを騒がせている水原一平通訳による違法賭博問題。そんな問題に今回言及したのは大御所芸人の上沼恵美子だ。上沼は自身が出演する情報番組で水原通訳の話題が上がると、いや、これ本当に心配。と大谷の心境を心配した上で、こんな幸せの塊のとこへしょうもないこと、なんじゃこりゃ、というように水原通訳への怒りを強めると、このタイミングでどういうこっちゃ、怒ってもしゃあないねんけども、大谷も取り調べなんかは絶対受けるんじゃないかな、と残念そうにコメントした。さらに上沼は、信頼度が違うじゃない、まみこさんが今いらっしゃるけど、やっぱり片腕というの偏りにしてはったと思いますよ。その人がこんな裏切りをしてたっていうのがショックやわ。なんだかんだ言うても相談相手であっただろうしね。その人がこんなことやってたらショックやわ。やっぱり人間ですからね。大谷は優しい方やろうからナイーブだと思うのよね。と大谷の心境を気遣っていた。